久保さん。今回はね、あれにしましょう。嫌いなことを好きに変える、好きに変えるのがプロであると。嫌いを好きに変えるのがプロであるっていうね。まあ、この感じのテーマにしようかなと。まあ、あの、内側から出るっていうのは非常に大事なことなんですけど、みんな内側から出るものってあんまないと思うんですね。内側から出るもの。いやりたいとかね。あの、特に今の若い子なんかは、 うん、生きる意味を失ったりとか、うん、目標、夢、ないとか、その、まあ、目標とか夢、ゴール設定ができれば、まあ、そこに向かって、俺はやるぞ、みたいなね。なんかあの、スクールウォーズですね。あの、目標。あの、ヤンキーがね、ヤンキーでグレてた子たちが、もう一つのね、目的、目標を見つけたときに、内側から出る、絶対勝ったるぞ、みたいなね。まあ、そういうのがあれば、まあ、そこに向かって頑張れると思うんですけど、まあ、そういうのはね、 な,ない人が多かったりするわけですよ、まあ、た,た,たとえゴール設定したとしてもスクールウォーズみたいに絶対的,絶対的なねうわーっていうのがね多分出てくる湧き出てくるものがクソみたいなのが、ね、ない人が多かったりしますじゃあその中でも自分を変えていくためには何が必要かっていうと嫌いなことを好きに変えるっていうの要はこれが嫌いとかあれがやりたいとかそういう問題ではなくて プロっていうのは嫌いなことですら好きに変えていく例えばうんまあ野球選手じゃプロ野球選手うを例えるならばじゃプロ野球選手でそのなんか合宿合宿とかあるじゃないですかよくじゃあ合宿の練習ってき好きですかね内側から出てよし合宿始まるぜみたいなよっしゃ超厳しいトレーニングこれからだよっしゃ今日も朝から 追い込めるせいみたいな人って多分あんまりいないと思うんですよね多分その宮崎キャンプとかわかんないですけどそのキャンプとかで結構あの苦痛な顔をして走ってる人もあんまあまあいると思うんですよね厳しいみたいなだからプロってなんか好きとか嫌いとかどうでもよくてなんか嫌いでもやっていくこなしていくでそれを突き詰めて逆にそれを好きに変えられるぐらいするっていうそれがプロなんじゃないかなと思います なんか好きとか嫌いとか、やりたいとかやりたくないとか、そういうものの判断基準ではなく、とにかく、あの、やり込んで、結果を出すために、嫌いなことでも好きに変えていくっていうことが大事なんじゃないかなっていう。それが、プロ。あとは、しご仕事で、前その、なんだっけな、プロジェクト X か。プロジェクト X かなんかで言ってた人がいるんですけど、仕事の定義を言っていて、 仕事ってできないことを可能にするのが仕事じゃないかみたいな何なか言ってた人がいて要はできることをやっててもそれは仕事じゃないと仕事っていうのはそもそも今までにみんなができなかったことをできるようにすることがあの本当の仕事なんじゃないかっていうねお風呂が沸いたらしいっすもういつも朝風呂入るんでうん だから、嫌いなこと、嫌いなことで生きていく。うん、まあ、いいや。うん、なんか、好きなことで生きていくっていうね、キャッチフレーズが YouTube10 年前のキャッチフレーズですかね。結構あれから経ったな。5、6年前、7年前。うん、なんか好きなことで飯食っていくっていう。うん、でもあれの裏側を多くの人は知らない。要は、嫌いなことでも好きに変えてって、それが仕事になってみたいなね。 よくよくある話なんですけど好きをねこれ2曲いると思うんですけど好きなことを仕事に変えた瞬間嫌いになるみたいなね <laughs> うん例えばその車がめ車いじりがめっちゃ好きでねうんじゃあ車いじりの、えー、まあ、車屋さんをやったとします好きで、ね、趣味でだけどうん仕事が入ってくるのって自分が好きないじりではなく例えばあ 傷凹みを修理したりとかね。自分は傷凹みは別に興味はないと。だけど、仕事としてやらないといけない。飯食わないといけないっていうところで、月がどんどん嫌いになってくっていうね <laughs>。まあまああるパターンですよね。うん。だから、うん、お金を稼いでいくプロ、うん、つまりプロになるってことですよね。うん。初心者、初心者、僕初心者なんです。じゃあ多分、久保さん、か稼げないですよね。 <laughs> 僕初心者なんです、わからないですっていう人にお金払います払わないですよ <laughs>、ね。僕初心者なんです。まあでもね、これはね、アルバイトとか研修生でもお金がもらえるんですよね。<laughs> ありがたいことに。<laughs> 研修生って書いてあるけど、時給発生するっていうね。どういうことやねんっていうね。<laughs> だから本当に1人で給料を稼ぐ、1人でお金を稼ぐっていうことは、プロにならないと稼げないです。うん、だからあのー プロ意識というかねうーん、意識でもプロの基準に持っていく。だから技術とかスキルとかマーケティングやり方、話し方、すべてプロ基準ではないけど、意識はプロ基準にできるんですこれ超大事なんですけど、意識だけはプロ基準になれるんですよ。逆に言うと、意識がプロ基準の人は、その行動もプロ基準になるんですよ。 つまり、その行動がプロ基準になるから、プロレベルのスキルを手に入れられるってことですね。プロ、プロ,プロ意識で臨む。でも最初スキルとか何もない。だけど、プロ意識で臨むから、プロ意識のベースの中で行動が生まれて、で、その行動が結果をもたらすいうことですね。うん。意識は変えられます。うん。そう。だから、そのプロ意識がなければ、多分嫌いなことはやらないと思いますね。 やりたいことだけやるとかね。うん。そんな関係ないですね、僕からすると。やりたいとかやりたくないとか。逆に言うと、やりたくないことをやるっていうのがプロなのかなっていう <laughs>。うん。やりたくないことを好きに変えるぐらいや、や、やるのがプロかなっていう。これよく言うんですけど、僕は動画撮りたかったのか、セミナーやりたかったのか、全然やりたくないことですね。うん。もともとゴーストライターで裏方でやっていて、本当に人と話すの苦手だし、 うん、こう喋るっていうのは全然苦手だったわけですよ。だけど自分で飯食ってくってなった時に、一人で独立するってなった時に、もう自分しかいないんですよ。うん。だから己を磨くしかないんですよね。じゃ己を磨く上で、うん、話すっていうことができるようになったら、人をその動かすことができる。まあ、これはね、今、トランプ大統領とかね、あの演説したりとか、今、大統領選挙やってると思いますけど、みんな、あの、話して、 投票を得てるわけじゃないですか <laughs>、うん、だからね山本さんとかもねあのー、トークうまいですよねうんそう山本さんもね相当上手くなったんじゃないですかだから昔その堀江門に叩かれたその原発の時か堀江さんとやり合ってもうめちゃくちゃボロクソ言われて <laughs> あの時から比べるとめちゃめちゃうまくなったと思いますよね山本さんね めちゃくちゃ話もだから YouTube 見ててすげえなと思いますもん。話上手くなったなぁ、みたいな。あの時なんか堀江さんになんか叩かれて、なんか何も言えなくて、なんか、ん、でもなんか、なん、なんか言ってるっていうね。<laughs> あの、息苦しい感じから今はね、全然変わっちゃいましたね。うん、今も堂々とブワー喋れますしね。うん。まあそんな感じでね、嫌いなことを好きに変えていく。 これがプロの、プロ意識かなというところでございますね。いってらっしゃい。